米どんぐらいいんだよ。よし、それじゃあ来るか。それじゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。各自自分で取ってくれ。水入れる？でっかい洗うか？すいませんね。これ餃子がまたいい感じになってんじゃないのか？いや、いい感じだ。焼いた方がうまいっていう感想もあるかもしれない。肉が全然取れない。すごい餃子よ、これ。やっぱりバッとラーメンの肉もあ、顔映ってないか。きっとそれに合うに決まってんじゃん。よし、じゃあいただきます。うるせえな。いや、作ったのか。このもうスープがもう生姜の香りに満ちてるな。うん、もう餃子いいやん。相当うめえぞ。なるとはな。米足んなかったな。麺もあるからな。ああ、麺もある。4人もあるから、ね。もうシャウエッセンうめえな。いや、豆腐欲しかったな。フィーバー見た。めっちゃ面白い。
もやしが味噌ラーメン感が出る。メンマ入れてないじゃん。あ？メンマ買ってなかったそういえば。お。まあ、だメンマはでもラーメンの時に入れればいいじゃん。うん、メンマは友達じゃない？他入れてないのないよ。大丈夫か、うん、もう今更遅いんじゃないか。いや大丈夫。これ七味唐辛子ワンちゃん。いやー世話しないね。ワンちゃんいるな。ラー油もありかもしれない。うん、ありがとな、不安になってもらって。いや心配してくれてありがとな。いやお前が思ってる中で一番高いもんだ。そのあと恐れを言って生活するんだ。ベッドと同じくらいの高さ。ベッドそんな高いの？いやベッドの倍はするわ。え？ああそういうこと？日本酒のつまみにしようか。好きにしろ。うん、うん、久々に煮物を食べたな。確かになかなか食うことないよ。とりあえずこんなもんで。